成人式。3ヶ月前の成人式の時、自分は遺影を持って行ったんだ。中学の時、心臓発作で死んだ近所の連れの。そいつと俺とは親友同士で毎日のように遊んでいた。そんな連れとこんな形で成人式に出席するとは思ってもみなかった。市長の挨拶とか終わって、席の終わりくらいに、元クラスメートほぼ全員で集合写真を撮ったんだけど、後日、その写真を現像してみたら、俺の手の中の連れの遺影が笑っていたんだ。無表情で写っていたはずの遺影が、怖いという感情はあまりなくて、ああ、久しぶりにみんなに会えて嬉しかったんだなって思ったよ。でも違ったんだ。その集合写真で、俺と連れの横に写っていた子が、しばらくしてから死んだんだ。その子は当時、連れが好きだった子だったんだよ。もうすぐ、その子に会えるから、本当に嬉しかったんだろうな。二十歳のお迎え。中学の頃、体育会系の部活をしていました。その日は他県での試合で、部員と一緒にマイクロバスに乗って遠征に出かけてたんです。試合は何事もなく終わり、試合の反省会をしたり、片付けをして帰路に着きました。途中、高速のインターにてトイレ、夕食休憩を挟んで、順調に地元に帰っていました。高速を降りて地元に続く県道を走り始めました。もともと私の町は山に囲まれた場所で、どこに行くにも山を越えていく自然豊かな場所。そのため県道とは言っても左右にガードレールがあるだけで、野生動物に配慮されて街灯もほとんどない道が続きます。早朝に出発し、試合をして疲れているのに、夕食を食べて満腹。なおかつ、バスの心地よい揺れで、ほとんどの部員は寝ていました。私も眠いのに、試合の興奮状態を引きずって、寝つけないでいました。窓の外を見ても当然真っ暗で、反射板が貼り付けてあるガードレールくらいしか見えませんが、隣の席の子も寝ているし、起こしてしまっても悪いので、ぼーっと真っ暗な窓の外を眺めていました。どのくらい走ったかわかりませんが、ふと違和感を感じます。緩いカーブのところに、一箇所街灯とミラーが取り付けられています。なんだろう、この違和感。そう思った瞬間、髪が長い、無表情の生首が、バスと同じ速度で、ガードレールの上を移動しています。全身に悪感が走り、目をそらしたいのに、そらすことができないでいました。真っ暗なのに、生首の顔や、髪の動きはしっかり見えます。誰かの小さな叫び声で、その生首は消えていきました。消える瞬間、にやりと、確かにこちらを見て笑いました。そして、囁き声が、耳元で聞こえました。生首が消えても、恐怖は続いていました。が、周りは、
心地よさそうな寝息を立てて眠っています。今のは何？と、後ろから頭をトントンされました。見上げると、一学年上の先輩です。先輩の顔は真っ青でした。おそらく、私も同じだったと思います。ねえ、今の。はい。忘れようね。それから、このことは誰にも言わず、もちろん先輩とも、そんな会話はしませんでした。しばらく、忘れることができるか不安に過ごしていましたが、意外にも、あの道で起きたことや、恐怖も徐々に記憶から薄れ、5年が経つ19歳には、すっかり忘れていたんです。一本の電話が鳴るまでは。電話の内容は、あの先輩が交通事故で亡くなったとの知らせでした。身近な若い人が亡くなるのも初めてで、かなりのショックを受けました。お通夜に行き、血の気が引く思いでした。先輩が交通事故で亡くなったのは、あの場所でした。先輩はその日、彼氏と喧嘩をして、急遽コンパに行ったそうです。でもコンパ中に、彼氏から電話があり、仲直りをしたらしく、お酒を飲んでいなかった男性に、彼氏の家まで送ってもらうところでした。二人とも即死でした。その日は、先輩の誕生日で、20歳になったお祝いを、1時間でも、仲直りをした彼氏に祝ってもらおうとして、あの県道を通ったそうです。周りは、せめてもの救いが、彼氏と仲直りができて、幸せな気持ちで旅立ててよかった、と言っていましたが、私は、震えが止まりませんでした。5年前、生首が言った言葉が蘇ります。20歳の幸せな時に迎えに来てやるよ。あれから10年が経って私は生きています。私の20歳はあの言葉に取り憑かれて、学校も休学、21歳の誕生日になるまで怖くて引きこもり生活をしていました。今は結婚もして、可愛い子供にも恵まれ、幸せに暮らしています。先輩は20歳のあの時、お迎えに来た生首を見たんでしょうか。運転していた男性も見てしまったんでしょうか。先輩の死からあの道は、どんなことがあっても怖くて通っていません。恨み。ずいぶん昔のよそのクラスの話。いじめられてる女の子がいた。ブスではないけど少し変わった子で、不潔気味だったからか、気がついたらクラスの男子からいじめを受けていたらしい。そのうちそのいじめは他の学年まで広まって、その子は上の学年の女子からもいじめられたり、低学年の子にまで馬鹿にされ出した。そんなある日、その子はクラスで首を吊って死んだ。しかも調理実習でみんながいないうちに。噂だけど、朝とか夜とか学校が閉まっているうちにやってしまうと、クラスメートが見ないうちに片付けられてしまうから、狙ってやったんじゃないかって。クラスの黒板や、いじめを行った奴の机には、赤いペンキで恨み事が書かれていた。発見されて、学校中が騒然。急遽、全校生徒は帰宅させられることに。帰ることになった時、下駄箱で悲鳴が上がった。どうやら、
いじめていた奴の靴にもペンキが塗られていたりしたらしい。その後、いじめられていた子の葬式はひっそりと行われた。今ほどいじめ問題がマスコミに騒がれたりしていない頃だったからか、報道されることもなく、いじめが原因の自殺であったことが生徒たちに報告されることもなかった。とはいえ、ペンキで恨み事を書かれまくった教室はたくさんの奴が見ていたから、ほとんど全員が知っていたんだけどね。しばらくして学校は何事もなく再開。自殺があったクラスの奴らはどんよりしてた。だって、自殺があったクラスでそのまま授業を再開したんだから。ペンキ跡を隠すために上から塗り直したらしく、不自然に全面が綺麗な壁になっていた。そのうちクラスにお化けが出るとかいう噂が立ち出した。である日、女の子をいじめていた上級生の女子が屋上から飛び降りた。その後も自殺は続いて、最終的に卒業までにクラスの男女数人が自殺。怯えて何人かは転校。けど卒業後も数人が死んだらしい。成人式で集まった時、そのクラスの奴から聞いた話。何でもどうやったかは知らないけど、その女の子から恨みつらみが綴られた手紙が届くんだそうだ。筆跡は彼女のものに間違いないそうで、死ぬ前に何通も残していたんだろう。しかも一人一通じゃない。送られてきてから一年後とかに再度届く。差出人の名前もないし、可愛い封筒だったり、企業みたいな封筒だったりで、ついつい開けてしまうんだとさ。中には手紙以外にも、髪の毛や爪が入っていたりしたらしい。で、それを続けられて、心を病んでしまい、自分でアボンする奴が続出したそうだ。お化けになった彼女に、いつも監視されているとか、口走っていた奴もいたらしい。あと、引っ越した奴の元にも手紙は届いたってさ。まあ実はその手紙、俺が送ったんだけどね。彼女とは幼馴染で、死んだ後に、それらの手紙が託されていたことが分かった。でも死んだ奴の中には、自殺ではなく、事故で死んだ奴もいた。普通、40人程度のクラスの中から、歴史と交通事故死のやつがそんなに出るのかな。娘の成人式。娘が成人式を半年後に控えていたある夏の出来事。うちは高額の晴れ着も買ってやれないし、レンタルかな、と毎日考えていた。その当時、おばは昼間一人で、和室の隣のリビングでパソコンを使っていた。すると和室から、カチャ、カチャ、と軽い金属音が聞こえた。最初は気にはしていなかったが、何週間も続くので、音の元を探してみると、隣の和室からだった。そっと襖を開けてみると、亡き母の霧のタンスがあるだけで他には何もない。襖を閉めてしばらくすると、またカチャ、カチャって。試しにタンスの金具を指で弾いてみると、さっきと同じ金属音がした。そんなことが、一ヶ月以上も続いたので、仕方がなく、霧のタンスを開けて、着物を全部出してみた。すると奥から、おば自身が、30年前に着た、古い振袖が出てきた。おばは、
ここに自分の振り袖がしまってあったのを、すっかり忘れていたのでびっくり。娘に見せたら、古風な柄だけど、着たいとのことで、成人式に着ていった。それ以来、カチャカチャ音はしなくなった。おばから聞いた、少し暖かくなった話だよ。午後からのあなたの運勢を占う午後からじゃんけんタイム。それでは皆さん行きますよ。準備はよろしいでしょうか。じゃんけんポン。今日の私はチョキを出しました。ですのでグーを出したあなた、午後からはラッキータイムでございます。まあグーですね。頑固ですよね。もうまっすぐ自分の考えは曲げねえ。それが俺の忍道だ。ということでね、グーを出したあなた、よかったです。さあ、今日は成人式ですね。ラッキーアイテムは何にしようかなと思ったんですけど、まあ、金色の振り袖とか、金色とか金銀のね、ラメが入った、なんていうのさ、上っ張りというか、なんか上ね、着るやつね、とかね。まあ、今年はどれくらいのニュースがね、騒がして、ニュースをね、賑わせてくれるでしょうかね。先輩を送るために暴走しましたとか、最初から。ね、なんか、風物詩になっちゃいますよね。減ったかなと思っても必ず出てくるよね。ね、成人式になると彼らが。で、ラッキーアイテムは何って感じなんですけど、ラッキーアイテムか。ラッキーアイテム成人式だからね。成人式だからね。今日ちゃんと考えとったんですよ。成人式だからね。写真です。写真。撮っても見てもいいと思いますが、その思い出とかにもね、浸るのもいいかなと思います。成人式ね。成人式じゃないけど、成人に限らずね、思い出をちょっと浸ってみてもいいかなと。もしくはね、今日の記念を撮ってみてもいいかなと、思います。明日のニュースが楽しみですね。ということで皆さん、お花るこんでございました。またね。